皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は一文字の読み方が難しい漢字を20問出題します。たった一文字ですが非常に難しいので、解いた感想をコメントしてください。各問題の制限時間は10秒で、残り5秒になるとヒントが表示されます。それでは早速始めましょう。1問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解は皆殺しです。1問目から物騒ですね。一人残らず殺すことです。2問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はソリでした。サンタさんの乗っている乗り物ですね。3問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はくさびでした。硬い木材や金属で作られた V 字型または三角形の道具のことです。4問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はうがいでした。水や薬液などを口に含んで口や喉をすすぐことです。5問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はネギです。美味しいですよね。6問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はスルメです。イカの胴を縦に切り開き、内臓を取って干した食品のことです。7問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はヒグマでした。クマ科に属する哺乳類で、ホッキョクグマと並びクマ科では最大の体長を誇ります。また日本に生息する陸生哺乳類でも最大の種だそうですよ。8問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はザルでした。調理器具のザルですね。9問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解は数の子でした。おせち料理の定番ですね。10問目です。この漢字は何と読むでしょうか？正解はスミレでした。花の名前ですね。特に春に濃い紫の小さい花を咲かせます。
11問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は宇治でした。宇治、ハエやハチなどの幼虫を指しますね。12問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はさなぎでした。これは難しかったでしょうか。13問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はコウノトリでした。西洋では人間の赤ん坊を運んでくる鳥とされていますね。14問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はゼンマイです。天ぷらでいただくと美味しいですよね。15問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はいびきです。眠っている時に呼吸とともに鼻や口から出す雑音です。16問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はうずらです。キジ科の鳥のことです。17問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はマサカリです。伐木用の大型の斧です。古くは武器、警具にも用いられたそうです。18問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はキリギリスです。アリとキリギリスのお話は有名ですよね。19問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はイボです。カタカナで書くことが多いですよね。最後の問題です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はタムロです。仲間や同じ職業の人々などが寄り集まっていること、またその集団、場所のことです。タムロするなんてよく言いますよね。以上で問題は終了です。たった一文字で読めそうですが、案外読めないものが多いですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。